れで汚れ神が倒せると思うのか。このままでは雑魚に蹴散らされて逃げ帰ることになるぞ。お前はそれでも悔しくないのか。よし、5分休憩。しっかり水分を取ってから訓練再開だ。あら、まれびと様、こんにちは。じゃなくて、はじめまして。私、ここで星の子の訓練をしているアーフィーと言います。よろしくね。よろしく。あの、それで今日はどんなご用件で。いや、あ、ごめんなさい。私、訓練のことになると熱が入ってしまって、建物の外にいてもうるさかったですか。楽しみだ。よろしく。はい、これからも一生懸命頑張ります。そうか。はい、まれびと様のご期待に添えるよう励んでまいりますので、このアーティムにお任せあれ。はい、まれびと様、なんなりと。これは、あ、これですか。アイドルの決めポーズですよ。こうすると可愛くないですか。確かに。ですよね、可愛いですよね。見てると癒されますよね。ハッピーになれますよね。なんでだ。それはまれびと様の影響かな。え、あ、そうじゃなくて、私を作ってくれたまれびと様のことです。はい、私は星の子です。30年前のグランバニアに降臨されたまれびと様と巫女様の間に生まれました。これには少し理由がありまして。あの、お尻になりたいですか。いや、私、もっと皆さんのお役に立ちたいんです。当時のまれびと様が言ってました。空のアイドルはその一途さと清純さと透明感で全てのファンに夢と希望と愛を与え続ける存在だって。それってとてもすごいことだと思います。だから私もそうなれれば今よりもお役に立てるような気がして。そうか。まさか、私はただ空のアイドルみたいにみんなに愛を与え続けられるような存在になれたらいいなって、それだけなんです。これは当時のまれびと様が好きだったアイドルの決めポーズだと聞きました。訓練に戻らないと。まれびと様にお会いできて嬉しかったです。もちろんです。いつでもお待ちしてます。ごめん。まれ
人様、ごきげんよう。あ、はい、それじゃあ。じゃあな。よし、5分経ったぞ。ちゃんと水分取ったか。訓練再開だ。気合いだ、気合い、気合い入れてけ。マルビト様、アフィ。はい。ありがとう。そうですね。はい。実は。姫。え？よろしくお願いします。よろしく。ありがとうございます。実は。ごめんなさい。
まれびと様。わかった。よろしくお願いします。さあさあさあ、わかりました。さあさあさあ、よし行くぞ。わかってる。ミレイちゃん。ああ。ミレイちゃん。だがな。いいや、もう！ごめんなさい。え？私、そうだな。よろしくお願いします。ああ。いらっしゃいませ。
らっしゃい。また寄ってくれ。はあ、なんだ。いや。わかった。そうだな。それとな。それはな。わかった。行くぞ。次は。
究します。高見えた。強くなったよ。強くなった。強くなった。強くなったよ。油断するな。スイッチ。オッケー。くらえ。いけ。スイッチ。オッケー。そこだ。そこだ。いけ。オッケー。油断するな。みんな、ごめん。